はい、どうも永田真由里です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ニーズヘックに降臨に挑戦していきたいと思います。で、今回はあのガンホコラボのクロドマギアに出てくる新藤かりんちゃんを使っていきたいと思います。いいですね、動いててね、いいですねはい。で、4色以上同時攻撃でダメージ軽減、攻撃力が2倍、4コンボ以上で攻撃力上昇最大8倍なので強い、めちゃくちゃ強い。だから私も欲しくて、もう交換ですよ交換使っちゃいました。はい、あのね、可愛いからね、揃えていきたいなと思って、ほらいい感じで、あとシェアとですね、こういう地対策に入れていて、銀地王をアシストさせて、で、あとムッツさんですね、ガードブレイクもついている、アシストじゃなくて、アシスト武器で、あとファガンですね、もうね、毒耐性とか暗闇耐性はもう降臨系は絶対に出てくるから、もう前もって入れとこうと思って入れました。あと挑戦ね、暗闇耐性、はい。で、こんな感じでいきたいと思います。レッツゴー。はい、うい、大丈夫かこれ。お、雲来たー。そう、あとはダメージ吸収と無効貫通だけ入れてないんで、まあやりながらやっていこうかなと思います。まずはあのね、開放じゃなくて応援したいけど、あ、やばいやばいやばい。まあでもターンがあるから大丈夫。え、嘘、ちょっと待って、倒さないで。ねえ、もったいない次先生来たら嫌だから、一応今度は倍にしておいた方がいいですね。もったいない。はい、2回、5回までしかないのか。スキルダメ大事にないから、さっきのところでダメなんてよかったんじゃないの、推測が。あ、ちょっと指の時間長いかもこれね。え、長いですよね。よしよしよし、おー、毒がいい、毒がいいはい、3回、ダヌ、これやっぱり暗闇耐性きた。挑戦溜まっちゃったしでも挑戦ちょっと必要だから使っちゃおう。次先生ない、次先生来たら終わりますよ。回復、もうちょい根性、いずいず、やめてーやめてー。ちなみにかりんちゃんは攻撃力が3倍になるんですね。ちょっとどちみち足りないから使うしかないかな。闇ないし、あ、ちょっとちょっと、はい、あ、繋がった。あ、微妙じゃないこれ、大丈夫、あ、いけるな、お願い、よし、あ、はい、ボス動いてますね。ニーズヘッグ遅延きた。4000万無効だから、遅延効くんだこれ、遅延効くのか、うーん
してもって感じなんだろうな。はい、これでどんな感じ？普通にこう削ってった方がいい。あー、なるほどね。若干グワングワンになってました。はい、どう？次何だっけ？あ、いい感じ。やっぱエンハンス使わないのか。ちょっと待って、やだやだ、怖い怖い。あ、ちょっと、はい、回復回復。でもあと一旦あるから、なんとか。待って、これは、あ、ちょっと待って、半分いったらなんか変わったりするねえ、やっぱり来た。ってことは遅延しても半分いっちゃったらもうあれなのか。でもちょっと待って、ここでこれを使ってしまったら回復がなくなっちゃうんだよ。それは困ったもんなんですよ。どうしよう、回復欲しいから、とりあえず。しかも、そうね。これどう？とりあえず回復したい。回復したい。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。キー、怖い。4色以上。じゃないから、普通にやろう。よし、回復、ナイス、いいですね。いけるんじゃない、これ。ダメ、やったクリアー、やったー、無事にクリアすることができました。かりんちゃん強え。はい、よかった、一発でクリアしました。おー、動いとる、進化前も動いとる、イエーイ。ニーズヘック、あ、なんか、何？火を6個以上つなげて消すと攻撃力3倍。火以外のドロップ6個つなげると、つなげる系か、つなげる系難しいんだよな。うん、はい、かっこいい感じで火入ってますね。はい、というわけで、今日はですね、神道カリンを使ってのニーズヘク降臨に挑戦いたしました。本日も最後までご覧いただきまして、本当に本当にありがとうございました。皆さん、お盆休みいかがお過ごしでしょうか。あのね、最近ゲリラ豪雨とかありますが、皆さん、夏休み楽しんでいきましょう。平成最後の夏ですよ。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。